ミズーリ州カンザスシティのアビラ大学大学院に在籍中の大場義太郎と申します。第23回 APS 学会で私たちの研究を発表しました。私たちの研究室では学生が人前で話す際に感じる不安な気持ちが不安障害の諸症状とどのように関係しているか調べています。アンケート調査で111人の大学大学院生が回答しました。結果は 60% の回答者が人前で話すときに不安をやや強くもしくは強く感じると回答していますが、これらの回答者のほとんどは全般性不安がないことが分かりました。さらに年齢や性別による違いがないことも分かりました。これは人前で話す際に感じる不安な気持ちが全般性不安とは別物であることを示しており、人前で話す際に不安にならないようにするためには特定恐怖症と似た治療方法を用いることが効果的であると考えています。次の研究では実験参加者が人前で話している時の心拍数や呼吸数など体の反応について調べる予定です。この学会でとても良かったところは学生向けのイベントがたくさんあり、その中でもアメリカの大学院でどのように成功するか議論するプログラムがとても役に立ちました。